こんにちは、ほたらみきつです。今回はこちらのミックスケーク、マカロン、この色を使ってバッグを編んでいこうかなと思います。この前ダイソーに行った時にミックスケーキの新色が3色出てたので購入してきました。ブラウニー、こんな感じの色が入ってます。ブラウン系の中に可愛いピンクとブルーと、これグレーかな、こんな感じの色になってます。こちらは3セットです。カラフルな色が入ってます。こちらがマカロンになってます。今回はこの色を使ってバッグを編んでいこうかなと思います。使う糸はダイソーのミックスケーク、マカロンを使っていきます。あとはこちらもダイソーのアクリル系と波太ソフトになってます。パールグレーを使っていきます。ルミナスシアーホワイトです。この3種類の糸を組み合わせてバッグを編んでいこうと思います。かぎ針は8号を使っていきます。まずはミックスケークを使って底の部分を編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて輪の作り目で編んでいきます。グラニーステッチで編んでいきます。輪の中に針を入れて糸を引き出します。鎖3つで立ち上がります。最初の目にはマーカーをつけておきます。糸をかけて輪の中に針を入れて長編みです。長編みを3つでグラニーステッチを編んでいきます。別動画でグラニーステッチをゆっくり編んでいます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。ではしばらく編んでいきます。グラニーステッチで7段目まで編んできました。今縦横の長さが20センチずつの大きさになってます。ここが底の部分になってきます。次から側面を編んでいきます。側面を編むときは同じようにグラニーステッチで編み続けていくんですが、この面の真ん中の部分、ここで減らし目をしながら編んでいきます。4箇所で減らし目をして編んでいきます。この長編み3つのブロックが 1,2,3,4,5,6,7 個今入ってるんですけども、この真ん中の部分です。両端から数えて 1,2,3 4つ目のブロック、長編み3つあるうちの真ん中の目にマーカーをつけてあります。他3箇所も同じように真ん中のところで印をつけました。この部分までいつもと同じように編んでいきます。角の部分で編み終わっています。鎖3つで立ち上がってマーカーをつけておきます。根元の穴に長編みを2つです。立ち上がりの鎖3つも長編み1つとしてカウントしてます。ブロックを1つ編んだら鎖を1つ、次の穴のところに長編みを3つです。1、2、3、長編み3つを編んだら鎖を1つ、次の穴に長編みを3つ、マーカーがついている手前まで編んできました。次はこのマーカーをつけた前後の穴の部分で長編みを3つずつ編んでいくんですが、ここで減らし目をして編んでいきます。長編み3つを編み終わったら鎖を1つ、次の穴のところです。マーカーをつけた1個前の穴に
長編みを2つです。長編みを2つ編んだら次は長編みの未完成です。長編みの未完成の状態でマーカーをつけておいた次の穴の部分です。ここにも長編みの未完成を編みます。これを一度に引き抜いて減らし目をします。今減らし目をしてきた目にマーカーをずらしておきます。次の段以降もこの目で減らし目をしていきます。同じ穴に残り2つの長編みを編んでいきます。減らし目をする部分は長編み2つと長編みの未完成、これを2目一度してブロックとブロックをつなげてあります。減らし目をした目にはマーカーがついてます。あと残り2つ長編みが入ってます。減らし目以外の部分はいつもと同じように編んでいきます。鎖1つを編んで隣の目に長編み3つのブロックを編んでいきます。鎖を1つ、長編みを3つ、角の目もそこで編んできた時と同じように鎖を1つ編んだら角の目に長編み3つのブロックを1つ編んだら鎖を2つ編んで同じ目に長編みのブロックを1つ編んで角の目を作っていきます。この要領でぐるっと1周編んでいきます。マーカーをつけた部分減らし目をしながら1周編んできました。次の段を編んでいきます。立ち上がりは鎖3つでマーカーをつけておきます。同じように根元に長編みを2つ編んでブロックを1つ作ったら鎖を1つ、この要領でこのマーカーがついた1個手前の穴の部分まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。長編みを3つと鎖を1つ編んだところです。こことここの穴に長編みのブロックを編んで前段で編んできた時と同じように長編み3つ目とこっちの長編み1つ目の目を2目一度して編んでいきます。まずはマーカーの手前の穴に長編みを2つ編んで次の3つ目の長編みを未完成の状態でマーカーの次の目に長編みの未完成をします。これを一度に引き抜いて2目一度します。マーカーをずらしておきます。続けて残りの長編み2目を編んでいきます。こんな感じで減らし目をしながら側面を編んでいきます。次の段を編むときはこのマーカーをつけた前後の穴の部分を減らし目していきます。では側面を編んでいきます。側面を7段編んできました。ここでちょうど1玉分ぐらい使ったところです。あとこれくらい残ってるんですけど、これでなんか細編み1段編めそうな量なので編んでいこうかなと思います。長編み段を編み終えて最後鎖1つと中長編みで編み終わっているところです。鎖1で立ち上がって根元の穴に針を入れて細編みです。細編みの頭にマーカーをつけておきます。このとんがってる角の部分、
このお山のところには細編みを3目編んでいきます。最初は細編み2目でスタートしていきます。同じ目に細編みをもう一つ編んで、最初のお山の穴の中には細編み2つ入っています。次からは1目に1つずつ細編みで編んでいきます。立ち上がり目をすくって細編み、次は長編みの頭をすくって細編み、1目に1つずつ編んでいきます。鎖を編んできたこのブロックとブロックの間、ここに穴の中に針を入れて細編み、こんな感じで1段編んでいきます。マーカーがついている 1,2 個前まで細編みで編んでいきます。最初のマーカーがついた 1,2 個前まで細編みを編んできました。この谷の部分も減らし目で編んでいきます。マーカーをつけておいた前後の目をリメ一度していきます。マーカーがついている1個前の目に針を入れて糸を引き出して、マーカーがついている目を飛ばして、その隣の目です。マーカーがついていた隣の目に針を入れて糸を引き出します。これを一度に引き抜いてキュッと引き締めて2目一度します。今2目一度した目にはマーカーをつけておきます。この段以降も同じようにマーカーがついている前後の目を2目一度していきます。次からは同じように1目に1つずつ細編みで編んでいきます。次のお山のところまで編んできました。長編みの頭をすくって細編みを編んだところです。この角の部分、お山にはこの穴の中に細編みを3目編んでいきます。穴の中をすくって1,2,3と細編みを3目編み入れます。細編みを3つ編んだうち2つ目の細編みです。ここにマーカーをつけておきます。何段か細編みで編んだ後、持ち手を編んでいこうと思うんですが、細編みを編んだうちの真ん中の目にマーカーをつけておきます。あとは同じように1目に1つずつ細編みで編んでいきます。お山の角の目には細編みを3つ編んであります。減らし目をしていくところはマーカーをつけておいた前後の目を2目一度して編んでいきます。1周編んでいきます。細編みで1段編んできました。今長編みの頭に細編みを編み終えたところです。ここで最後糸がほんの少し残ってるだけです。もしここで一周細編みで編み切れる量がない場合は、次の段からこの組み合わせで編んでいこうと思います。長編み段を編み終えたところで、こちらの色に持ち替えて編んでいっても大丈夫です。最初の角の部分、編み始めを細編み2つでスタートしてやります。最後にこの穴の中に細編みを1つ編んで、角の目を細編み3つにしていきます。次の段からアクリル毛糸とルミナスを引き揃えて編んでいきます。2本を用意して糸を変えて編んでいきます。穴の中に針を入れて糸を引き出して、この状態で糸を持ち替えて引き抜いて細編みを完成させます。マーカーをつけておいた最初の目に針を入れて引き抜きます。かぎ針の上に糸端を乗せて糸を引き出します。次からはこの2本を引き揃えて細編みで編んでいきます。鎖1で立ち上がって、今前段で細編みを3つ編んできましたが、この真ん中の目に細編みを3目編んでいきます。まずは目元に細編みです。マーカーをつけておきます。
同じ目にもう一つ細編みです。今まで編んできたこの角の部分、マーカーをつけておいた目に細編みを3目ずつ編んでいきます。ここも同じように細編み2つでスタートして、次の目から1目に1つずつ細編みで編んでいきます。2目一度して減らし目をした目も同じようにマーカーをつけた前後の目を2目一度して編んでいきます。次のお山の部分まで編んでいきます。マーカーがついている手前まで編んできました。お山の部分です。マーカーをつけておいた目にはこの角の目に細編みを3目編んでいきます。前段と同じように2、3個細編みを編んだら、増し目をして編んだ細編みのうち真ん中の目にマーカーをつけておきます。ここが角の目になります。他も同じように編んでいき、一周編んでいきます。色を変えて1段編んできました。最後は細編みを2つ編み入れた最初の目に3つ目の細編みを編んで編み終わります。マーカーをつけておいた最初の目に引き抜き編みをしてこの段を編み終わります。次の段から持ち手を編んでいきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。マーカーをつけておきます。鎖で持ち手の部分を作り目していきます。持ち手にしたい長さになるように編んでいきます。鎖を30目編んできました。次のお山部分に細編みしていきます。マーカーをつけておいた目に細編みです。こんな感じで持ち手を編んでいこうと思います。次の目から1目に1つずつ細編みで編んでいきます。谷の部分はマーカーをつけておいた前後の目を2目一度して減らし目をします。隣のお山の部分まで編んでいきます。隣のお山まで編んできました。マーカーがついていた目に細編みをして、ここから先ほど編んできた時と同じように鎖30目を編んで持ち手を作っていきます。ここを細編みして隣のお山に細編みしてつなげていき、あとは細編みを一つずつ編んで一周編んでいきます。持ち手の作り目をして一周細編みで編んできました。マーカーをつけておいた細編みの頭に引き抜き編みをして次の段を編んでいきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。マーカーをつけておきます。持ち手の作り目、鎖編みの表半目と裏山をすくって細編みしていきます。一目に一つずつ細編みで編んでいきます。持ち手の部分を細編みしてきました。次は隣の目をすくって細編みです。一目に一つずつ細編みで何段か編んでいきます。谷の部分はマーカーをつけた前後の目を2目一度して編んでいき、反対側の持ち手も同じように細編みしていきます。持ち手の部分が細編み2段か3段になるように編んでいこうかなと思います。持ち手の部分が細編み2段になるように編んできました。
最後に引き抜き編みで1周編んでいきます。段を編み終えて引き抜き編みしたところです。隣の目に針を入れて引き抜きます。最初の目にマーカーをつけておきます。一目に一つずつ引き抜き編みで仕上げていきます。この谷の部分、今までマーカーの前後の目を2目一度してきたところは一目に一つずつ引き抜き編みをしていきます。マーカーがついていた目も引き抜き編みをして一周編んでいきます。引き抜き編みで一周編んできました。最後はマーカーをつけておいた目に引き抜き編みをしないで、そのまま糸を少し長めに残してカットします。とじ針を使って糸始末をしていきます。2本をとじ針の穴に通してマーカーをつけておいた編み始めの目、鎖の目を2本すくって向こう側に糸を移動させます。ここが編み終わりの目です。ここは鎖の頭2本ではなく向こう側1本だけをすくって同じ方向で糸を通していきます。あとは編み地の裏側で糸を隠していきます。余分な糸はカットします。最後に持ち手の内側も細編みをしていこうと思います。この辺りから編み始めていこうと思います。どこから編み始めても大丈夫です。一目すくって糸を引き出します。鎖1で立ち上がって根元に細編みです。糸端を巻き込みながら細編みをします。マーカーをつけておきます。一目に一つずつ細編みをしていきます。この谷の部分は同じようにマーカーの前後の目を2目一度していきます。この持ち手の際の部分はバッグ本体の細編みの目、この目と持ち手の作り目、この目を2目一度していきます。ここに細編み段が1段あるんですが、このサイドの目は飛ばしていきます。まずはここまで細編みしていきます。持ち手の手前まで細編みをしてきました。次はここを2目一度していきます。この細編みの目をすくって糸を引き出して、ここにある細編み段のサイドの目は飛ばして、持ち手の作り目の反対側をすくって糸を引き出します。これを2目一度していきます。この段以降を細編みで編む場合は2目一度した目にマーカーをつけておき、マーカーをつけた前後の目を2目一度して編み足していきます。反対側の持ち手の際も同じように2目一度して細編みしていきます。好きな幅になるまで編めたら最後は引き抜き編みをしていきます。ここで編んできた時と同じように2目一度した目も1目ずつ引き抜き編みをして、糸始末も同じようにしていきます。反対側も同じように仕上げていきます。完成です。持ち手の内側の部分は細編み1段で編んで、その上を引き抜き編みで仕上げてあります。今回はミックスケーク新色のマカロンを使ってグラニースクエアバッグを編んでみました。通年系統って書いてあるんですけど、こういうミックスケークってやっぱり冬とかに使うことが多くって、糸もあったかいので今この時期に編むのはちょっと
熱い感じがしてたんですけど、ちょっと新しい色で編んでみたかったので、今回はこのマカロンの色と持ち手の部分にルミナスを一緒に引き揃えて、ちょっと夏っぽくアレンジしてみました。色はマカロンって書いてあるんですけど、もちろんマカロンにも見えるんですけど、なんかアイスにも見えるかなっていう感じのカラーになってます。茶色はやっぱりチョコレートで、ミントとストロベリーみたいな感じで楽しく編めました。ミックスケークの部分は一玉で使い切ってます。お好きな糸で編んだり、ミックスケークの色味のご参考になれば嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。